はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、久しぶりに iPad の話をしたいと思います。というのも、ただの iPad の話ではなくて、 iPad のキーボードショートカットについてのお話をしたいと思います。で、私も今使ってるのは、一応新型の、現行機種の iPad Pro 12.9 インチを使っているんですけども、それにですね、こういう感じで、しっかりとキーボードがついていて、このキーボードを使っていろいろ作業とかをしてるんですけども、その時に使うショートカットキーっていうのがね、意外と結構あるんですよ。ということで、今回は意外と知られていない iPad Pro でも使える iOS のキーボードショートカットをまとめてみたいと思います。では行ってみましょう。やっぱりね、 iPad だとどうしてもタッチで操作したくなりますよね。もちろんタッチで操作してもいいんですけど、せっかくこのスマートキーボードとか、それ以外の Bluetooth キーボードとか、キーボードを使いながら作業しているんだったら、ショートカットキーはできるだけ使った方が作業効率とかも良くなるんで、そういう面でも、私はショートカットキーはね、バリバリ使う派なんですけども、今回私がよく使っているキーボードのショートカットキーも、紹介していこうと思います。はい、ではまず1個ずつ紹介していきますね。じゃあまず基本の一つなんですけども、なんかアプリとかを開いていたとします。例えばそうだな、YouTube とか開いていたとしますね。これ私のチャンネルですけど、ここからホーム画面に戻るとしたら、キーボードを使わないときは、この下から上にスッとスワイプしたらホームに戻れるんですけど、キーボードを使ってるときは、コマンド H。これで戻ることができます。これ、どのアプリを使っていても同じ動きをしますので、そうだな。なんか、YouTube を見ながら、メモなんかするとしますよね。そしたらこう、こういう感じで、こう画面を分割した状態で、表示もできるんですけど、この状態でコマンド H 通せば、もう一発でね、ホームに戻れます。っていうので、Mac とかでも、たくさんアプリを開いてるときに、ホーム画面に戻りたいときとかは、ホームに戻るショートカットキーとかよく使うと思うんですけど、iPad でも同様に、コマンド H というのでいけますということですね。はい。で、次のショートカットキーなんですけども、スポットライト検索をするためのショートカットキー。こちらを紹介したいと思います。で、スポットライト検索っていうのは、要はこれですね。今何をしたかっていうと、1本の指でシュッとやると、スポットライトの検索ができます。ここでアプリとかを検索することができるんですね。Twitter とか、Facebook とか、そういう感じでアプリを検索できます。これがスポットライトってやつなんですけど、やっぱりこの iPad の中ってアプリがとにかく多いじゃないですか。で、こうやってフォルダの中に格納されていたりすると、目的のアプリを見つけにくいっていうのがあると思います。なんで、アプリの名前を覚えてる時なんかは、ノートとかね、ノートシェルフとかそういうのが出てくるというのがスポットライト検索です。で、これは1本でこれできるんで、これやってもいいんですけど、キーボードでなんか作業してるときに、検索したいってなったら、コマンドスペース。これでいけます。コマンドスペースですね。これも結構なかなか使えるんじゃないかなと思います。そもそも画面に触れたくなくても、キータッチで作業してるときなんかは、こうパッと、ショートカットを使った方がやっぱ早いですし、これも使える機能かなと思います。はい。で、次結構重要なんですけど、アプリの切り替えです。これは、Windows とか Mac とかパソコンでも、当然のように使える機能なんですけど、実はね、ちゃんと iPad でも対応してるんですよ。それが、コマンドタブです。今この状態で、コマンドタブを押すと、こうやって、最近開いてるアプリとかが表示されるんですよ。で、これで例えば、お見せできるのは、App Store とかね、にしたら、すぐこうやって切り替わる。で、アプリ探して、じゃあメモに戻ろうってなったら、すぐ戻れる。みたいな感じです。もう一回いきます。App Store じゃなくても、他のアプリでも何でもいいんですけど、なんか作業してて、すぐ戻りたい。で、今ここで、YouTube 見ながら、なんか調べ物をしてるとか。で、ちょっと Chrome とかブラウザで調べ物をしたいってなったら、コマンドタブですぐ切り替えができるという感じですね。これめちゃめちゃ便利なんで、iPad とキーボード使ってる方は使った方がいいと思います。これをすることで結構ね、パソコンに近い感じで使えるんですよね。これ私結構使ってます。はい。で、次ですね、これも実は重要なんですけど、
ショートカットキー何使えるのってわからないと思うんですよ。もう全部はさすがに把握しきれないと思うので、今使ってる例えばメモ帳とか、この中でどんなショートカットキーが有効なのかっていうのをすぐに確認する方法があります。それはですね、こちらのコマンドキーを長押しします。するとこんな感じで、見えるかな、ここに、ボールド、イタリック、アンダーライン、タイトル、見出し、本文、チェックリスト、チェック済みにする、表、メモで検索、メモリスト検索、新規メモって感じで、ここにですね、ショートカットキーが全部表示されるんですよ。ちょっとわかりやすく全画面でいきますね。はい、こんな感じで、真ん中にこうやって表示されます。で、例えば、これブログとかね、書くときに、よく使いますよね、このタイトルとか見出しとか。そういうのを実はこのメモ帳の中で書くことができるんですよ。ちょっとだけ書いてみますか。タイトルで、タイトルにするにはコマンドにシフトに T あるんで、コマンドシフト T、 これで今ねタイトルになったんですよ。要はタイトルタグってやつですね。じゃあタイトル2とかにして、これを、コマンド上 H で、これ今これが見出しですね。要は H2 タグとかそういうのになってますという感じです。で、ちょっと驚いたのが、これ表ってのがあるんですよ。この iPad のメモアプリの中で表を作ることができます。それは、コマンドオプション T なんで、コマンドオプション T と押せば、今ここにですね、表ができました。今例えで入力してますけど、こういう感じでね、実はこのメモ帳の中で表も作れるんですよ。これ結構使えるなと思って、紹介させていただきました。こんな感じで実はね、この iPad のメモ帳って結構優秀だったりします。しかも iCloud で繋がってると、実際 Mac のパソコンとかね、そういう方にもそのまま共有できるので、使いやすいですね。はい、では次のショートカットキーなんですけど、ドックを下に表示することができます。で、ドックってこれなんですよね。ここのアプリの一覧みたいなやつ。で、この左側にあるのが、自分で設定してるよく使うアプリとかを、下に設定して並べることができて、で、右のこの3つは直近で使ったアプリが並びます。これをドックって言うんですけど、これをなんかアプリを起動してる時とかに表示させることができます。例えばですよ、また YouTube の画面に開きましたと。で、今ドック下に出てないですよね。で、この状態でドックを表示させるにはコマンドオプション D、 これで、今下にニュッとね、このドックが出てきました。だからこれでメモに飛んだりとかっていうことができます。アプリの切り替えみたいなもんなんで、さっきみたいにコマンドタブでこう切り替えても、こっちの方が早いっちゃ早いんですけど、何に切り替えるのかちょっと考えたいなとか、そういう時は、コマンドオプション D でドック出して、じゃあちょっとサファリ行こうみたいな。そんな感じで、切り替えるといいかもしれないですね。コマンドオプション D、これで下に、こんな感じで、ドックを表示させて、カメラとかね、こんな感じで切り替えることができるという感じですね。この状態からでもこういけますと。はい、で次はもうテキスト系のなんかアプリを使っている時の話になるんですけど、例えば今回メモ帳で説明しますけど、今これメモ作ってますよね。で、このメモ作っていて、じゃあちょっと次のメモ帳に移りたいなという時、新しいメモを作る時なんですけど、ここでタップして作っても、新規作成してもいいんですけど、コマンド N、 これですぐ新しいメモを作ることができます。で、今これコマンド N1 回押してこの新規メモできたんですけど、まだこのメモに何もしてない状態だと、これが最新になるので、次もう1回コマンド N しても新しいのは作られないです。で、なんか打ったら次コマンド N でまた新しいのが作られるみたいな、そんな感じですね。結構よく考えられてます。無駄に大量にいらないメモができないように考えられています。はい、では次ですね、もうこれはね、すでに知ってる人も多いと思うんですけど、一応紹介しますが、iPad のキーボードでもコマンド C でコピーっていうのができます。それは文章をこうやって選択してコマンド C を押して、やると、これでもう一番上の文章がコピーされています。で、次コマンド V で貼り付けができます。コマンド V だ、この2つですね、コマンド C とコマンド V、この2つを覚えておけば、結構文章の作成とかは iPad でも全然やりやすくなると思います。そんな感じですね。これで合計8つのショートカットキーを紹介したことになります。
はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は、iOS キーボードで使えるショートカットキーを8つ紹介してきました。で、このショートカットキーですね、ほとんどあの Mac とかのショートカットキーと結構共通しているところがあります。特にコマンド C とかコマンド V みたいな感じで、コピーとか貼り付けとかは、そのまま Mac のまんま使えるので、その辺は結構抵抗なく使えるかなと思います。で、あのアプリの切り替えとか、その辺はですね Mac とかと大体同じなんですけど、 iPad でアプリの切り替えをショートカットでできるってことを知らなくてやってなかったって人も意外と多いんじゃないかなと思います。私もあの最近気づいたばっかりなんですけど、あのアプリの切り替えをね、iPad でできるとやっぱしね、この作業効率上がるんで、今回ねこのちょっと感動してる状態を、みんなに伝えようと思ってこの動画作りました。大体のことはこのタッチディスプレイでできるのが iPad ですけど、キーボードもうまく使ってね効率上げて作業していければ仕事の効率とかね上がると思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、そんな感じで今回は、久しぶりに iPad のお話ということで、iOS 全般で使えるキーボードのショートカットキーを紹介してきました。ぜひですね iPad とか、iPhone とかもそうですけど、 iOS デバイスとキーボードを組み合わせて使っている方は、もし今回紹介した中で知らないショートカットキーとかがあったら、ちょっと試してみてはいかがでしょうか。そんな感じでこちらのチャンネルではガジェットの話やカメラの話、あとはゲームの話などもしております。気に入っていただけたら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。